方がすごく協力隊について理解をしてくださっていて、自分が成長できる機会にもしてほしいって言っていただいたのが一番自分にとっては大きかったっていうのもあります。他の協力隊の方々見ていて、こう、まあ、明るく活動されているっていうのが伝わってきたので、まあ、自分もここだったら一緒になって地域を盛り上げていけるんじゃないかなと思ってこの街を選びました。現在は SNS の運用だったり、ちょっと待っていいですかSNS の運用であったり、主に桜山公園でのイベントの企画運営、そして、桜山公園内にあるシェアカフェの運営も行っております。若手の職員も、結構いらっしゃって、まあ、年齢層も近いというのもあり、和気あいあいとしていて意見なども出しやすい環境になってます。はい、居心地はとてもいいです。皆さん結構あ頑張ってねとか応援してるよとか何かあったら言ってねっていうような声をかけさせて、活動費は主に備品の購入であったり資格の、受験の費用などに充てさせていただいています。いろんなことに興味がある人、まあ、あとは、まあ、結構地域の方とお話しする機会であったりとかっていうのが多いので、まあ、コミュニケーションが好きな方というのは向いているというふうに個人的には感じてます。そうですね、これはすごく難しい問題だとは思うんですけども、まあ、地域おこし協力隊がまあどういうものであるのかっていうのを自治体の方が理解するということも大切ですし、私たち協力隊自身が自分のやりたいことであったり、まあ、今後どうしていきたいかっていうことを地域の方であったり自治体の方としっかり話す機会を設けるということが必要になってくるのではないかなというふうに感じてます。鬼石地域は本当に今までも協力隊の方々が何人もいて、協力隊についての理解っていうのが自治体の方も含め地域の方々もすごくあると思うので、活動費だったりをこ う, うまく使って楽しく活動できると思いますので、ぜひ皆さんも応募してください。待ってます。いや、やっぱダメだなインタビュー、全然できない、なんか緊張しちゃうやっぱり。